れ様です。お疲れ様、今日はね、まあ何にしても今ね、東京電力が再び原子力発電所を動かそうとしていますね。え、何にしろ今の時期ね、え、2011年3月11日以降、福島第一原子力発電所の原発事故を受けて、政府のその事故対応を見て声を上げるに至った市民の皆さんは、今声を上げなきゃ嘘でしょう。で、なんとも姑息な手段です。10月4日の時点で東京電力柏崎刈羽原子力発電所6号機7号機の再稼働審査実質合格出ていたはず。選挙があったのは10月22日で、明らかに選挙が終わるのを待つ形で、選挙が終わった翌日10月23日ねえ、まあ当然選挙にも関係あることですしね、新潟での選挙に関わることですからねえ、当たらず触らずで通してきたんでしょう。そして10月4日に審査合格の後、選挙が終わった翌日に、待ってましたとばかりに世耕弘成経産大臣ねえ、再稼働適合に依存はないという発言ねえ、まさにふざけるなという話じゃないですか。史上最悪クラスの原子力発電所の事故を起こし、その事故を未だ収束させられない当事者企業が、どうして原子力発電所を動かすことが許されるんでしょうかねえ。これはね、何度もこの場所で言っているから言わせていただくがねえ、世耕弘成経産大臣ねえ、これはね、今回のこのね、もちろん私はね、今日は特に柏崎刈羽原子力発電所6号機7号機の再稼働に反対するためにここに来ました。もちろん私はね、限界原発を動かすことになって反対だよ。そして何やらね、この首都圏から一番近いところのね、東海第二のねえ、適合の判断もどうも下されたようじゃないですか。もちろんそれもひっくるめて私は絶対反対です。そして伊方原発も止めろ、仙台原発も止めろと思っています。ただしね、ねえ、世耕弘成経産大臣、そして全ての経産官僚の皆さんねえ、あの福島第一原子力発電所の事故当事者企業、未だ収束の入り口にすら立っていない福島第一原子力発電所の事故の当事者企業、東京電力による原発再稼働というのはまた別の違った意味があるんじゃないでしょうかね。間違いなく違った意味があるでしょうがねえ、特にね、この東京電力にある原発再稼働という問題はね、原発反対推進の枠を超えた問題でもあるでしょうがね、問題を起こした当事者企業がね、企業責任を問われ、その責任を全力で取らなくてはいけない。そして責任官庁であるんだったら、その責任を全力で取らせなくちゃいけない、当然の話じゃないですかねえ。ブレーキが壊れた車を売った自動車会社があったとしてねえ、再び
同じ型の車を売ることが許されるでしょうか。ねえ、一酸化炭素中毒で、ねえ、それを使ってる人が死んでしまったような、そんなガスファンヒーターを売った会社が再び同じようなガスファンヒーターを売ることができるでしょうか。ねえ、腐ったレバ刺しを売って食中毒で死者を出してしまった焼肉レストランの末路はどうだったでしょうか。ねえ、当然の企業責任は、ねえ、当然の企業責任というものがあるでしょうが、ねえ、事故を起こし、ねえ、世耕弘成さん、そして経産官僚の皆さん、ねえ、ある企業が事故を起こし、これは原子力発電所に限った話じゃない、ねえ、ある企業が事故を起こし、事故被害者がいたら、その被害者に対して補償賠償をするのは当たり前、それが当然の責任ですよ。ねえ、そしてその被害にふさわしい補償賠償が行われていなかったとしたら、ねえ、その監督官庁は叱るべき責任を取るように求める、当たり前の話じゃないか。ねえ、そしてねえ、その事故被害、被害地域があるなら、その被害地域の現状回復に全力を尽くすことは当たり前じゃないか。ねえ、あなたたちが原子力の推進官庁であることはよく分かってるよ。まあそれに関しては直接的には裏の資源エネルギー庁に行けという話になるのかもしれないが、ねえ、でもね、こと原発輸出なんていう話になると、この表側が出張ってくるから、トータルでひっくるめての話だろう。ねえ、その原子力推進の立場に関しては少々ひっくるめての話だろう。ねえ、で、あなた方がねえ、少々ひっくるめて原子力推進だったとしても、ねえ、筋として絶対にやっちゃいけない、ねえ、電力会社の監督官庁であるんだったら、筋として絶対にやっちゃいけないのが、ねえ、東京電力による原子力の、ね、原子力発電所の再稼働を許すことだろうが、ねえ、まさに今のあなたたちは監督しない監督官庁、監督できない監督官庁そのものだ。ねえ、今のありさまではあなた方電力行政から手を引くべきだよ。ねえ、それにね、今御用マスコミ等で、ねえ、ここ問題ですからね、ねえ、ご通行中の皆さんも、ねえ、週刊新潮なる御用メディア、ねえ、安全対策のやりすぎまで指摘して、ねえ、東京電力の安全対策のやりすぎを、ね、やり玉に挙げて、早く再稼働するべきだなんていう御用記事を書いてる。で、6800億もかけて何やってんだっていう、わけのわかんない記事を書いてる。で、ねえ、6800億もかけてって言うんだったら、確かに6800億もかけて再稼働すんなって話だよ。当たり前だよ。ねえ、できもしない安全対策に6800億って言うんだったら、ねえ、福島の被害者の救済のために使うために6800億使うべきだろうが。ねえ、そして事故被害地域の現状回復のために6800億使うべきだろうが。そうでしょうが。ねえ、それをね、週刊新潮なる御用メディアは、ねえ、6800億も安全対策に使いすぎだと、そんなに使わないで早く再稼働しろっていう記事まで書いてる。大馬鹿野郎だ。そしてね、その記事の書き出しがひどいよ。ねえ、安全対策がいかに行き届いてるかっていう、ねえ、
その記事の書き出し、ねえ、原子力発電所の構内には信じられないほどの数の放水車が並んでいたって。ねえ、放水車が原発事故に何の役に立つんだよ。ねえ、事故が起きた後で核分裂反応を起こして止まんなくなってる燃料をただ冷やすだけのことだろうが。でも事故そのものを防ぐのに何の役に立つんだよ。ねえ、そしてね、6800億っていう金をね、いきなり安全対策って名前とともに提示したそのやり口は全ての電力会社に共通してやり口だろうが。必ずそうするでしょ。ねえ、九州電力が仙台原発動かした時に、ねえ、動かす前になんて言った。1000億円の安全対策費を提示して、これから免震重要棟を建てます、ここに建てますって言って地面を鳴らした、整地した、ねえ、建設予定地だけ見せた。そしてねえ、世耕弘成さん、ねえ、適合了承もクソもねえんだよ。ねえ、当たり前じゃないか。例えば仙台原発にしたって、ねえ、免震重要棟建てるって言ってんだったら立った後に再稼働合格っていうのが筋だろうが。たとえ再稼働に合格出すにしてもだよ。ねえ、これから建てます、安全対策1000億です、いざ動かしたら建てるのやめちゃったじゃないかよ。ねえ、座り込みの方々もお集まりの皆さんもよもやお忘れでないですよね。免震重要棟建てるって言ったまんま、ねえ、土台をコンクリートで固めることすらせずに、ねえ、動かした後でやはり免震重要棟は必要ないことが分かりましたって言ってほっかむりして建てるのやめちゃったでしょ。最初に言った1000億だって主に免震重要棟の建設のためでしょ。ってことは建設してないってことは1000億って言ってみせただけだろうが。ねえ、そしてねえ、四国電力が伊方原発動かすときにもまた1000億って言いましたよね。同じように1000億って言うんだよ。ねえ、でその後何か対策しましたか。ねえ、ねえ、ガラパゴスのゾウガメが歩くみたいなゆっくりゆっくりとした避難訓練やってみてたけどさ、あれだって行政主導で四国電力が主に金払ったわけじゃねえだろうがよ。ねえ、防潮堤とかいろんな話してるけど、ねえ、一体あれどうなったんだよ。あん時も四国新聞っていうね、地元の御用メディアが1000億は使いすぎじゃないかって同じような手使ってたじゃないか。でねえ、1000億かけた安全対策をね、まあそれがどういう内容であるか、まあいい、まあよくはねえけど脇に置くとして、1000億確かにかけた、その内訳も見せた、その安全対策というものができた、それから再稼働審査合格っていうんだったらねえ、原子力亡者の原子力推進のやり方にしたって、原子力推進の流儀にしたってまだ筋が通ってるってもんだよ。だけどさ、1000億って口だけ言って安全対策しますって口だけ言って動かした後にどこもやってねえじゃねえかよ。ねえ、でもね、言わせてもらえればねえ、あの関西電力だけはすごかったですね。お集まりの皆さん、ねえ、九州電力も四国電力もねえ、お定まりの1000億、そして安全対策、この枕言葉の後にねえ、ほっかむりしてねえ、何もなかったかのように原発動かしちゃったけど、関西電力だけは高浜動かすときに安全対策も言わなきゃ、ねえ、安全対策費の提示もなく何にも言わずに粛々と動かしやがった。ねえ、でポーズ見せるだけでも関西電力よりはマシとでも言ってもらえると思ったかな。ねえ、東京電力株式会社はねえ、とんでも8分だよ。いつもの手じゃないかよ。
それもね、ハッタリがでかければみんなびっくりするだろうってことで、ねえ、よその電力会社のねえ5倍以上の金額、一挙に6800億っていう金提示して、で安全対策って話してんだろうよ。ところがね、ねえ、まだやっと開いてた穴塞いだ段階でしょうが、そしてそっから漏れる放射性ガスにしたって東京電力側ねえ堂々と言って抜けたでしょうが、気ガス類の漏洩は問題ないって、ねえ、もう一度言いましょうか、ねえ、放射性ガスの漏洩について、ねえ、柏崎刈羽原子力発電所の気ガス類の漏洩は問題ないって当事者企業が言ってるでしょうが、ねえ、経産省の皆さん、ねえ、原子力発電所の中身が漏れていいわけないでしょうが、イロハのいいでしょうが、五重の壁に守られてるから漏れないっていうのが安全の根拠でしょう。漏らしちゃダメでしょうが、ねえ、それを今の段階で漏れても問題ないって、もう今からねえ放射性ガスが漏れること前提で、どこが6800億だよこれ、何が6800億だよ、ねえ、放射性ガスが外部に漏れることが前提で、ねえ、もう今から気ガス類が漏洩しても問題ないっていう言い訳までして、ねえ、で今日、ねえ、これもまた選挙が終わるの待ってたんですよ皆さん、ねえ、これもまた選挙が終わるの待ってたんですよ、ねえ、東電の社長米山新潟県知事に選挙終わったらいきなり挨拶に行ったじゃないかよ。挨拶だかどう喝だか分かんねえけど、どう喝だかお願いだか分かんねえけどさ、ねえ、まあ米山県知事はきっぱり言ったようです、ねえ、我々の基準で安全性が確保できない限りイエスという気はさらさらない、ねえ、当然です。でね、まあご多分に漏れず米山さんにもこれから有形無形のさまざまな圧力がかかることでしょう、ねえ、我々喜んでらんないですよ、さすが米山さんあっぱれだなんて、ねえ、ネットに書き込んで喜んでちゃダメなんだよ、ねえ、福島第一原子力発電所の事故を思い出してください。あの事故に裏にあったもの、あの事故の裏にあったもの、東京都民でね、首都圏の人間であるんだったら一番に考えなきゃいけない問題があるでしょうが、これはね、経産省の職員さん、東京にお住まい、いや首都圏にお住まいの、ねえ、ここから仕事が終わって帰ると首都圏にお住まいのあなた方も聞かなきゃいけないんだよこの話は、ねえ、よく聞け、ねえ、福島が原発で電気を作る、東京が原発の電気を使う、その構図があって、その末で起きた事故でしょうがこれは、ねえ、経産省の皆さん、よもやお忘れじゃないですよね、ねえ、せっせこせっせこと首都圏に供給する電気を、ねえ、福島現地の人たちが原子力で作らされて、その一方で地元の人たちは東北電力の電気使ってたんでしょうが、自分たちが使わない電気を放射能にまみれるやり方で作らされてたんでしょうが、ねえ、そうでしょう。その末で起きた事故だったら、ねえ、同じ構図が柏崎刈羽にだってあるわけだしょうが、だったらさ、ねえ、これはね、経産省の人たちだけじゃないよ、ねえ、ネットの中継の向こう側の皆さんも聞いてくださいよ、ねえ、 3.11 以降に声上げた市民だったらね、特に首都圏に住んでる人間だったら全力で米山さん応援しなくちゃいけないんだよ。我々がなんで、ねえ、
3.11 以降原発反対って声を上げるべきだったかっていう、そのそこの根幹の部分だよねえ。我々はね、無自覚無反省にねえ、人々の犠牲の上に成り立ってる電力供給を見過ごしてきて、それをただ無自覚に消費してきてねえ、 3.11 以前にね、無自覚に何も考えずにそんな電気を使い続けてきたね人間の姿ってのは本当に無自覚なヴァンパイアだよ、無自覚なヴァンパイアだよ。これはね、今ここで訴えてる私は自分自身にも問うてるよねえ。だからこそでしょうが、今ねその原発立地の柏崎刈羽、そこでね問題だらけの事故も起こしてる、世界最大クラスの原子力発電所が動かそうとされようとしてることに、動かされようとしてることにねえ、地元の県知事が反対してるんだったらねえ、応援するっていうのは別に米山さん頑張れってメール送ったりすることじゃないよ。我々こそが東電の前で声を上げて、資源エネルギー庁の前で声を上げて、原子力規制委員会の前で声を上げて、柏崎刈羽は動かすなって、首都圏の人間こそが叱るべき責任を持ってる人たちに強く迫らなくちゃいけないんだよ、自らの責任においてだ。よく聞け、首都圏の生活者である経産省の職員諸君もよく聞きなさい、ここのところは頭に置きなさいねえ。あなた方もまたねえ、でもあなた方に関してはねねえ、普通の生活者と違う。でも私はね、自分を含めてねえ、経産省さん、私がなんで今これにこだわってるかねえ、10月4日にねえ、10月4日に東京電力柏崎刈羽原子力発電所6号機7号機の再稼働審査実質合格が出た時にねえ、なぜ私がねえ、本当にめまいが起きるほど目の前が真っ暗になる気持ちになったかねえ、自分自身もね、遠くの目に見えないところのいわゆる田舎で、自分の見えないところで命を犠牲にして東京に送るための電気をせせこせせこ使って、自分たちが作るわけでもない電気作ってそれを無反省に使ってたねえ。それだけじゃない、私は自己批判も込めて言おうねえ、そんな無反省な私、 3.11 前のねえ、その時 3.11 前から反原発運動してた私の仲間がいたんだよ、仲間じゃねえや、友達だねえ。その友達が私の家訪ねてきてねえ、原子力がこんなに危ないってパンフレット私に手渡した時にねえ、これは自戒を込めて後悔の念とともに言うよねえ、そのパンフレットを読みもせずに私は友達にこう言ったんだよ、お前は他にやることがあるだろうって。そんな自分への後悔の念からもねえ、まさに自分こそが無自覚なヴァンパイアだったんだよ。放射能で体蝕まれてる原発労働者の
で生き血を吸って夜の明るい点灯の下でねえ、そしてその電気で夏も冷たいビール飲んでねえ、無自覚にそんな生活してた。まさに自分こそがな無自覚なヴァンパイアだったってねえ、 3.11 以降私は愕然としたんだよ。そして逃げもなくね、お前は他にやることあるんだろうってねえ、冷たく言い放ったその友達、お父さん、その友達こそが正しかったって思ったからこそ声上げ始めたんだ私はねえ。であなた方に言いたいねえ、そんな私は自己弁護をするつもりはないがねえ、それでも私はまだ無自覚なヴァンパイアだねえ。ただね、原子力行政というものにねえ中心に座ってねえ、実際放射能というものがどういうものか、原子力というものはどういうものか知り得る立場にあるあなた方はねえ、自覚的なヴァンパイアだろうがねえ、でもね、いずれにせよねえ、見えないところで作られた電気を享受してきたヴァンパイアには違いないんだよ。だからね、あんたたちにも訴えるよ。ねえ、あんたたちだって生活者の一人であるだろう。ねえ、官僚として行政司ってる、そんなご大層な立場や離れて生活者としてどうだよ。ねえ、体も蝕まれていく原発労働者、ねえ、何も事故がなくたって被爆被害とともにあるのが原子力ってもんだろうが、ねえ、その前提の上に立った発電だよ。そしてその電気を享受して生活だよ。ねえ、これぞ無自覚でみんな人出なしだったんだよ。ねえ、私は福島第一原子力発電所に感謝する気なんか一つもない。だけどね、一つ言わせていただければねえ、あの原子力発電所はもしかしたら良心ってやつがあったのかもしんないし、良心の呵責に耐えかねて爆発したのかもしんないよ。ねえ、そのことで我々気づかなくちゃいけなかったはずだろうが、ねえ、原子力行政進めてきたあなたたちだって気づかなくちゃいけなかったんだ。いや、あなたたちこそ気づかなくちゃいけなかったはずだろうが。ねえ、そしてね、今どうもお疲れ様です、ね、そして今ねえ、その事故の当事者企業東京電力がしれっとだ、しれっとという言葉以外になんて言えばいいんだよ。ねえ、何もなかったかのように原子力発電所を動かそうとしてるじゃないかよ。ねえ、正気の沙汰じゃねえの。ねえ、これマスメディアの論調もそうだし、ねえ、原発反対を訴えてる市民内部の声もそうだけど、ねえ、全部とは言えないけど多くの声がそうだけど、ねえ、米山さんがいるから地元合意に時間がかかるから再稼働できるにしても数年先の話だ。これはいけるよ、多分走っていくから。ねえ、甘いよ、誰がそんな弱いこと信じんだよ。ねえ、地元合意、ねえ、考えてみりゃ別に地元合意を取るってこと義務化されてるわけじゃないだろうが。ねえ、強引にやろうとしてはできてしまう。ねえ、適合に依存がないって言った時点で経産大臣自らお墨付きを与えたのと一緒だろうが。ねえ、それ考えればね、もはや制度的には
ねえ、いかに罪深いことやってるか分かるか。ねえ、地元合意に時間がかかるからどうこうっていう問題じゃないだろうが、今現在現実的に制度的には再稼働を阻むもの何もないじゃないかよ。そうでしょ。だってねえ、安全対策と称してねえ、再稼働審査を出して、ね、審査書類を出して安全対策と称するものをねえやると言った電力会社のその安全対策がきちんとやられてるかっていう検証がねえされる前にどこの電力会社も原発再稼働しちゃってるじゃないかよ。ねえ、そうでしょ。その最たる例が九州電力の仙台原発じゃないかよ。ねえ、いつになったら免震事業棟作るんだよ。ねえ、いやむしろ作り始めるんだよでしょ。ねえ、私が間違いがあっちゃいけないと思いますから、ね、ここにいらっしゃる皆さんで、もし九州電力がね、少しでも免震重要棟を作り始めてるっていう情報をお持ちの方教えてください。ねえ、あのセメントも流してない土台を報道陣に公開したい以外、なんか少しでも1ミリでも免震重要棟の工事進めたっていう、そういう情報をお持ちの方教えてくだされば。ない、ない、全然ないぞ。ないですよね。私も確認する限りねえ、嘘だ嘘だ、セメント打つ前のあの更地以外は何にもしてやしないでしょ。ねえ、免震重要棟ってのは更地でいいんですか。ねえ、放射能ってそんなもんですか。ねえ、子供のバリア遊びじゃないんですよ。子供がね、輪っかみたいに手を動かしてバリアって言って、ここ入っちゃダメなっていう、あの遊びと違うんですよ。ねえ、放射能っていうのはここ免震重要棟なって小学生の遊びみたいに言ったら近寄ってこないもんですか。ねえ、それは初耳ですけど、そんなわけあるわけないでしょ。ねえ、だからこそねえ、免震重要棟を建てるって言ったらねえ、これ原発推進の筋です。ねえ、あなた方は原子力推進の人間としても失格ですよ。推進派には推進派の筋ってもんがあるでしょ。ねえ、あのね、泉田さん、攻める向きあります、裏切り者という向きもありますけど、私は別の見方をしています。あの人は何にも裏切ってません。だってそうです、泉田さんは最初から脱原発派ではありません。柏崎刈羽の再稼働に反対していた根拠でさえ、ね、推進派の立場としても許せないっていう、そういう話ですよ。ね、推進派の立場としてもね、危険な状態で原子力発電所を再稼働することは到底容認できないっていう理由で、ね、原発にじゃなくてね、柏崎刈羽の原子力発電所の再稼働に現時点で反対してただけでしょ。ねえ、だから私はね、別にあの人の肩持つつもりはないですよ。そもそも原子力を推進している立場の人間ねえ、誰一人として私はね容認するつもりはない。ねえ、だけどね、それにしてもね、まあ変な言い方ですけど、泉田さんの姿こそねえ、原子力推進派として筋が通ったねえ、推進派として筋が通ったねえ、まあ態度でしょう。つまり彼は筋が通った推進派と言えるわけですよ。当たり前ですねえ、原発推進派だって言っても自己推進派じゃないでしょ。ねえ、あなた方の信じる安全対策というものが万全に行われた上でって考えるのはこれ推進派としても筋じゃないかよ。ところがね、大方の推進派をね、大方の推進派の立場、大方の原子力推進の立場も取ってる人間はね、推進派としても失格だよ。
そうでしょ。ねえ、特に推進派としての失格っていうのの最たるものがねえ、東京電力の責任を曖昧にしてるってことだよ。ねえ、原発事故を起こしたっていうその事実を外せばねえ、東京電力はねえ、事故という不始末を起こした当事者企業、監督官庁ならばねえ、自らの監督責任においてねえ、その事故の当事者企業に是が非でも責任を取らせる、当たり前の話でしょ。ねえ、これ推進派であったとしてもやんなきゃいけないでしょ、当然。ねえ、でところが癒着ともたれ合いの構造の中で、なんかわからないけど東京電力は特別扱い。ねえ、そうでしょ。ねえ、だってブレーキ故障した自動車売った自動車メーカーが同じ形の自動車売れないみたいに、ねえ、事故を起こした原子力発電所、ねえ、その持ち主の会社が同じように原子力発電所を動かしていいわけがないでしょ。なんでブレーキ壊れた自動車がいけなくて、ねえ、事故を起こす原子力発電所はいいんだよ。そして事故を起こしても収束できない、そんな会社になんで原子力発電所を動かさせることができるんだよ。ねえ、これ推進派としても完全に筋が通ってないじゃないか。ねえ、あなた方が推進派の立場だっていうことはよく分かってる。ねえ、だけどさ、ねえ、推進派としても筋通せよ。電力会社の監督官庁として筋通せよ。ねえ、安全対策として提示してることを残らずやって完了してる。そして6800億っていうねえ、予算を提示してるんだったら、ちゃんとその予算がどこに使われたかっていう内訳も提出させる。ねえ、推進派の立場だったとしても、その上で安全審査適合っていう判断を下すのが当然だろうが、我々原子力に反対する立場としてはね、それでも容認できないけど、だけどその上でもね、あなた方は推進派としても筋を通したってことにはなるよ。ねえ、だけど筋もクソもないだろうが。ねえ、どう考えてもこれは反対せざるを得ないだろうがよ。そうでしょ。だってもう埋挙にいとまがないってのはこのことだよ、本当に。ねえ、免震重要棟を作るって言って作ってない。ねえ、作るっていう口約束だけで再稼働を許して、そしてねえ、原発を再稼働した当事者企業はねえ、再稼働した後でやっぱり免震重要棟は必要ないことが分かりましたって言ってねえ、結局作らない、作り始めることすらしない。そして最初に提示した、これ安全対策費として使いますよって言った1000億円いつの間にか中ぶらり、言っただけ。四国電力にしたってそう。ねえ、堤防のかさ上げ終わる前に1000億言った、動かした、なんかしましたか。ねえ、お前ら何考えてんだよ。いつもの話でしょうが、いつもの話でしょうが。ねえ、数千億単位の金を、金額を安全対策だって言ってはったりかます。そしてねえ、聞こえのいい安全対策を一つか二つ提示する、そして動かす、やらない、この繰り返しじゃないかよ。ねえ、そうでしょ。ねえ、それがずっと繰り返されてる。
でもね、ねえ、あなた方もそれを承知でね、まあこれは民主党政権下の話だけど、ねえ、ねえ、あなた方もそれを承知で、ねえ、再稼働の可否だけを判断させる原子力規制委員会というものをわざわざ外部に作ったんでしょうが、答えは簡単だよ。ねえ、再稼働の可否だけ判断させるけど、原子力規制委員会、ねえ、原発止める権限ないじゃないかよ。ねえ、動かした後で、ねえ、やっぱり言ってた安全対策やりません。ほっかむりされても止める権限がない。こんなバカな話あるかよ。で、ねえ、止める権限があるって言ったらあんたたちでしょ。資源エネルギー庁でしょうが、監督官庁のあんたたちでしょうが、ねえ、でしょ。ねえ、でいつも通りの話ですよ。ねえ、適合に依存はないじゃないですよ。ねえ、適合に依存はないじゃないですよ、世耕弘成さん。ねえ、あなた一応原子力の専門家でいらっしゃるでしょ。そうでしょ。ねえ、一応学歴の上では原子力の専門家でいらっしゃるでしょ、あなたは。ねえ、だったらさ、内容を精査しなさいよ。ねえ、世耕出てこい。ねえ、当然の務めでしょうが、どこをどう押したって、ねえ、審査適合に依存はないなんて言える段階じゃないし、そもそもそれは道理として間違ってるよ。東電による原発再稼働なんて、ねえ、そもそも普通に考えてね、事故が起きてその事故を収束できない企業だと、ね、ここ重要ですよ。事故が起きてその事故を収束させる能力がない企業だっていうことは、ねえ、この7年近くで痛いほど証明されてる企業が、ねえ、今名前が変わって東京電力ホールディングス株式会社でしょうが、ねえ、事故を収束させる能力がないっていうことがもう明らかになってる企業に、ねえ、原発動かす資格があるわけないでしょ。ねえ、簡単な話ですよ。それに今現在収束できていない事故に対する責任がある。ねえ、責任取れよ。でしょ。6800億なんていう金提示するんだったら今まで何やってたって話でしょうが、ねえ、被害者に涙腺の一つもくれてやってんですか。ねえ、被害地域の現状回復にそんだけの金今まで使ってんのかよ。ねえ、プレコンバッグの山じゃないかよ。ねえ、プレコンバッグの置き場がなくて県庁の裏にまで積み上げて、ねえ、公園の砂場の近くに埋めたりとかしてんじゃないかよ。ねえ、そして未だに、ねえ、未だに最優先でやってるってことはなんだよ。政府ぐるみで福島第一原子力発電所の事故についてこの国が未だに最優先でやってることってなんだ。ねえ、東京電力は今回の柏崎刈羽原子力発電所6号機7号機の再稼働を、ねえ、座り込みの皆さんもお集まりの皆さんも、ねえ、なんて言ったかご存知でしょう。福島の責任を果たすための再稼働だって言ってんだよ。ふざけたこと言うなよ。ねえ、福島の責任って福島第一原子力発電所の収束を置いて何があるんだよ。そして被害者救済の貫徹以外に何があるんだよ。それ以外の責任の果たし方なんてどこにあるんだよ。そして被害地域の現状回復以外に何があるんだよ。何にもないじゃないかよ。ねえ、何にもないでしょうが。ねえ、でそれはね、経産省さん、あんたたちもそうだよ。ねえ、あんたたちもそうだよ。あの事故に関して最優先でやらなくちゃいけないことってその3つでしょうが、まずは事故を終わらせること、そして被害者を全力で救済すること、
そして被害地域を全力で原状回復させること。この3つ以外何があるんだよ。ねえ、ところがねえ、あんたたちの恥知らずで人手なしなところだよ。今なお2011年3月11日以降、今なお最優先でやられてることって一体なんだよ。ねえ、事故の当事者企業に対する物理的擁護でしょ。まずはそうでしょ。ねえ、そして事故を過小に見せかけるための偽装工作、この2つが最優先じゃないか。あんたたちのおかしいじゃないかよ。ねえ、漫画にまで書かれちゃってるよ、サラリーマン金太郎って漫画に。ねえ、サラリーマン金太郎って漫画でサラリーマン金太郎は言うんだよ。あ、なんだっけ、あの主人公の名前なんだっけ、矢島金太郎だ、そうだよ、矢島金太郎だ。ねえ、サラリーマン金太郎っていう漫画の主人公の矢島金太郎、ねえ、漫画の中でこう言うんだよ。ねえ、この国には終わってねえ原子力発電所の事故がある。こいつから目を背けていっちゃこの国は一歩前に進めねえんだよって、その通りじゃないかよ。ねえ、一歩だって未来に進めんのかよ。終わらない原発事故を国のど真ん中で抱えてて、ねえ、恥も外聞も捨てて世界中に土下座してでも収束するための知恵貸してくださいって言って回るしかないじゃないかよ。ねえ、サミットに集まったさ国の首脳にお金ばらまいて、サミットの共同宣言に福島の原発事故は収束に向かってるって文言入れさせたり、ねえ、イギリスの王子をいくら払ったのか分かんないけどわざわざ福島に旅行させたり、ねえ、やってることそんなことばっかりじゃないかよ。そんなことやってる間にも、ねえ、核分裂反応が止まんない、デブリが地中でくすぶってて水かけんのやめたら大爆発なんじゃないか。それが事実じゃないか。それが現状じゃないか。変わらない現実じゃないか。ねえ、この国はね、2011年3月11日からねえ、時間が止まってんだよ。いまだ終わんない24時間なんだよ。ねえ、いつになったら2011年3月12日になれるんだって、そういう世界に生きてんだよ我々は。ねえ、今日は表向き表向き2017年10月27日に見える2011年3月11日のままじゃないかよ。ねえ、ちっとも時計の針は前に進んでないんだよ。で、あんたたちがやろうとしてるのは時計の針を後ろに進めようとしてること。全然前になんか進めてないし、それはただ単に破滅への道だよ。それもあんたたちが勝手に破滅するんじゃない。1億の民もろとも、いや放射能に国境なんかないから数億の人間が関わる問題だよ。ねえ、そのことを自覚して、ねえ、柏崎刈羽の原子力発電所の再稼働、こんなことは断じて許されない。よく考えるんだよ。原発やめろ。はい、それじゃあちょっと話しすぎた、ちょっと来てあげますか。柏崎刈羽再稼働反対。柏崎刈羽再稼働反対。柏崎刈羽再稼働反対。東電の原発だ。あの東電の原発だ。
あの東電の原発だ。どの面下げての再稼働、どの面下げての再稼働、柏崎刈羽再稼働反対、柏崎刈羽再稼働反対、福井市議事公忘れたか、福井市議事公忘れたか、一体事故はどうなってる、一体事故はどうなってる、福井市議事公は終わってないぞ、福井市議事公は終わってないぞ、溶けたデブリを冷やすだけ、溶けたデブリを冷やすだけ、ただひたすらと冷やすだけ、ただひたすらと冷やすだけ、ただそれだけで6年間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 、福井市議事公は終わってないぞ、福井市議事公は終わってないぞ、デブリのありかもわからない、デブリのありかもわからない、汚染水流出も止まらない、汚染水流出も止まらない、被害者の救済はなってない、被害者の救済はなってない、どの面下げての再稼働、どの面下げての再稼働、世耕広重恥を知れ、世耕広重恥を知れ、経産省は恥を知れ、経産省は恥を知れ、監督できない監督官庁、監督しない監督官庁、監督できない監督官庁、監督しない監督官庁、経産省は恥を知れ、経産省は恥を知れ、原子力亡者は恥を知れ、原子力亡者は恥を知れ、東京電力恥を知れ、東京電力恥を知れ、答えは一つだ、東電解体、答えは一つだ、東電解体、東電解体、東電解体、経産省は責任果たせ、経産省は責任果たせ、東京電力責任果たせ、東京電力責任果たせ、世耕広重恥を知れ、世耕広重恥を知れ、責任果たせ、果たさせろ、責任果たせ、果たさせろ、責任果たせ、果たさせろ、
柏崎刈羽再稼働反対。柏崎刈羽再稼働反対。再稼働反対。絶対反対。再稼働反対。東電解体。再稼働反対。再稼働反対。絶対反対。絶対反対。絶対反対。柏崎刈羽原発6号機7号機再稼働絶対反対。6800億は被害者救済に使え。そして使わせろ。そうでしょ、使うっていうのは勝手です。でもそうじゃねえだろうって使わせるのは監督官庁の務めでしょうが、ねえ。まあもうすいません、のっけからちょっと私ちょっとこの問題に関してはさすがにね、っていうか冷静になれません私は。皆さんの多くもそうだと思います。あ、ご発言お願いします。いや、あ、どうも。本当に冷静でいられるのが不思議ですよ。本当にとてもいられない。はい、でですね、あ、座り込みの方々もどうですか、ご発言何かございましたら。あ、すいません、お話し中に。あ、よろしければご発言いかがでしょうか。あ、はい、あ、マジっすか。あ、すいません、じゃあお疲れのところ。あ、私も存じ上げてます。経産省の皆さん、原発を再稼働するなんて絶対に許せません。そうだ、もうね、福地事故で私たちは疲れ切っています。これ以上被爆者を増やすのはやめてください。先ほどから哲さんが何回も言っております、被爆労働者の問題です。皆さんは被爆労働者を切り捨ててきました。皆さんはね、こういうところにいるから被爆なんか関係ないとお思いでしょう。そして高いお給料をもらっています。被爆労働の人は二次下請け、三次下請け、本当に仮想で本当に厳しい状況に置かれております。私の知り合いでも本当に2人3人被爆労働で亡くなってしまいました。1人はまだ29歳の青年でした。あのね、被爆を甘く見ちゃいけない、絶対に甘く見ちゃいけない。放射能と人間は喧嘩したって勝てないんだよ。そうだ、この辺だってものすごく汚染されています。ここはすごく地形が低いんですね。であの皇居もそうなんです、低いところにたまるんです。で私、この事故が 3.11 事故が起こるずっと前から福島に何回も通っていました。福島の人は騙されるんです。どこの立地町でもそうなんですね。原発のあるところ、核燃施設があるところ、みんな騙されます。電気がなきゃ生活が行き届かない。皆さんの子供が東京で暮らしてるでしょう、あるいは学校に行ってるでしょう。もし電気がつかなかったらそういうお子さんたちは困るでしょ。だから私たちが犠牲になるんです。こうやって騙すんです。ある家族はですね、家族3人だけど3人とも意見が違っちゃったんです。息子は工業高校に通っていて、毎日原発が大事だ、原発がなきゃ世の中成り立たないんだと教育されています。ところがお母さんは原発はいかに危ないか危険なものか目覚めてしまったんですね。その間に入っているお父さん、三すくみなんですよ。こうやって家族が分断されるんです。理事長には原発推進の人、そして反対する人、そうした明暗がはっきりと分かれるんです。お金が違います。例えばですね、電気料金、
は電気を使うと電気料金より多いお金が戻ってくるんです。そして電源担保交付金とか、土地の あれですね、固定資産税とか、そういう莫大なお金が入ります。で、一時豊かになったように見えますね。だけどその維持費とか、それでその交付金もそこつきますので、じゃあまたしょうがねえ、また作るかということで原発だらけになってしまいました。この狭い地震だらけの日本が気がついてみたら、50何基の原発、そして核燃施設、これほど危険なことはありません。経産省の皆さん、どうかあなたたちも人の子供であり人の親であるはずです。命の観点に戻って考えてみてください。原発なんて本当に命を脅かすこと、これはもう誰の目にも明らかなんです。ごまかすことはやめてください。嘘つきはやめてください。そして福島の人ばかりではありません。日本中の被爆している人たちを救う、そして安全なところに逃す。先ほど若い男性が浪江町、福島の浪江町でどれだけ汚染されているかというのを聞きました。もう天文学的な数字です。恐ろしくなりましたね。身の毛もよだちました。ところが政府は基幹政策でそういうところに帰れと言ってます。誰だって故郷は好きですよ、大好きですよ。まして浪江みたいな自然が豊かなところ、そして自分たちが自給自足できるところ、非常に魅力的です。でも帰っちゃいけないんです。帰るということは被爆する、余計被爆する、死ねということなんですよ。皆さんは事故のことを小さく小さく見せかけようとしております。そしてまるで福一の事故などなかったかのように次々と再稼働を目論んで原発を輸出して核拡散をしようとしております。これほど犯罪的なことはないと思います。もうね、なんていうか遅れてるんですね。皆さんはもう世界の流れは原発ではないんですよ。だけどやっぱり核拡散、そして自分のたちの核技術、これを全うしたいんでしょうね。本当に恐ろしいことです。だけど考えてみてください。日本は、一応核はないということになっておりますが、まず材料があります。長崎型原爆のプルトニウム、これが約6000発分あります。もう材料があって技術があってお金もある、こういう国はもう核武装してると言えるんじゃないですか。核三原則も簡単に破られ、そしてこの間恥ずかしいことに日本は全く世界の流れと逆行して、そういうまだまだ原発を動かそうとしている、これほど恥ずかしいことはないんですよ。経産省は恥を知りなさい、そして反省をして、とにかく皆さんに謝罪して本当の姿を見せなさい。もう嘘はね通用しないんですよ。経産省の皆さん、東電の人たちをね解き伏せて、もう原発はない道を模索する。そしてあなたたちが一番しなければいけないことは廃炉研究ですね。ここが非常に遅れております。もうね、原発ができた、できる時から、できる前からいずれ廃炉になるということは分かってるわけです。ところがその研究がうんと遅れてしまっています。そこに邁進すべきです。そしてもう原発の再稼働などということをやめて、そして廃炉にしていくしかない。だけどこのツケは今後もうずっと続くわけですね。もう人類が、あるかどうかも、生きてるつながっていくかどうかもわからない。そこまで私たちは負の遺産を持ち続けて生きているわけです。
これほど罪深いことはありません。先ほど哲さんが 3.11 前と後で変わったと言いました。私はこの方の本当になんていうかな誠実さ、これに胸を打たれました。こう言える若者が本当に何人いるでしょうか。みんな騙されてるんですよ。騙されてきたんですよ。哲さんの責任じゃ全くないんです。向こうの方が上手なんですよ。あのずる賢いの。この間あの佐高誠さんが言ってました。あのね、原発とか、まあ、他の運動もそうですけど、市民運動してる人は人がいい、ね、私たちがまさかそこまでしないだろうと思うことを為政者は簡単にやると言っております。私は福一の事故が起きたら本当に反省して、もう原発を次々と止めていくんだと思いました。原発が全て止まった日が何日かありましたよね。あの時は本当に心のもやが少し晴れた思いがしました。だけどそのもやがまた広がりつつあります。とにかく、原発の再稼働をやめてください。そして核拡散、そして自分の国の核武装、これを何としても阻止しなければなりません。日本は憲法9条によって、核も禁止されてるんです。だけどその憲法を変えようとしております。そして日本がアメリカと一緒になって戦争に参加し、もうね、本当に情けなくなっちゃうんですけど、そういう国に近づけようとしております。これに私たちは何としても上がり続けていきましょう。じゃないと私たちの子供や孫やその先の世代、本当に危険です。せめて原発を私たちの世代で止めましょう。そして二度と動かすなという運動、そしてあの新規にできた原発もあるんですよね。あれどうなってるのか分かりませんけども、そういうところは動かさせない、こういう運動を続けていきましょう。でこの間の選挙ですけど、あれは本当になんかね、よく分かんなくなっちゃったんですよね。で希望の党が立ってなんか、でうちの方は、埼玉は15区ありまして、それが全部あの野党共闘でまとまったんですよ。その先にあれがあったんですよ、希望の党があったんで、まためちゃくちゃになりました。で、選挙結果を見ますと、旧民進党の人で、こういう私たちの運動と一緒にやってきた、そういう人たちが多数なんていうかな、当選してますね。希望とか無所属とか立憲民主党に分かれましたけど、その人たちはやっぱり地盤がきちんとしてるせいか当選しております。ですからそうした人たちと一緒になって、私たちはもう国会の中から外から、そして原発の理事長から反対の声を上げ続けていきましょう。で経産省の皆さんは一日も早く原発を再稼働をやめる、ね、今動かしている原発も止める。で六ヶ所村のその廃棄物処分場、なんとも残りが 2% だそうです。空きが 2% しかない。 2% したら満杯ですよね。こんな怖いことはない。ですからもう原発を動かすのはやめる、これが一番肝心なことだと思います。では次の方に代わります。ありがとうございました。次の方おられますか最近あんまりいないんですけどね。で もう一度言いますけど、本当にね、10月4日に東京電力柏崎刈羽原子力発電所6号機7号機のね、再稼働審査実質合格が出たの報道が出た瞬間に、私本当に目の前真っ暗になったんですよ。どういう種類の目の前真っ暗になったかっていうと、俺はこの7年近く何やってたんだろうっていう、そういうなんというか自責の念ですよ。
確かにね、必要な声を上げてきたとは思いますが、しかし一番大元の一番大事なとこなんか忘れて突っ走ってきたんじゃないかと思ってね、目の前が真っ暗になったんですよ。で今動かされようとしてる、で悠長に構えてる場合じゃないですよ。今までの例を見たってそうです。ねえ、まだ大丈夫、まだ大丈夫か、まだ大丈夫だった試しがないじゃないですか。ねえ、原発にしたってそうです。私ね、 3.11 以前にね、反原発運動やってる友達に、お前他にやることあるだろうって言ったことの真意はね、私の中でもね、そのうちなくなるだろうってやばい考えがあったからだよ。なくなんないんだよ、全てそうなんだよ。今憲法9条変えるなんていう話も出てるけど、憲法9条変えるっていう企みにしたって誰かが何とかするだろう、そのうち何とかなるだろう。もう戦争なんてありゃしないよって言ってるうちにこのざまじゃねえかよ。ねえ、結局やろうとしてる人間はねえ、嫌な話だけど、やろうとしてる人間のジオネスっていうのは甘く見れないんだよ。ねえ、それにね、これに関してはね、自分自身にも問うけど、ねえ、2011年3月11日以降、まあ、私は4月10日の高円寺デモ、ね、私は実家が近かったんでね、高円寺デモっていうのを見て、で、あのデモについては批判的な人間なんだけど、でも、ああ、声上げなくちゃなと思って、ね、で、なぜだか分かんないけど、レゲエミュージックかけながら、私もレゲエやってる人間だけど、レゲエミュージックかけながら、反原発のデモなのに、ねえ、マリファナ解禁なんてプラカードを踊らせて、ねえ、酒飲みながら歩いてる人間の不真面目さに、ねえ、クソくらいだと思いながら、でも原発に反対しなくちゃいけないって、ねえ、2011年4月10日以降、ねえ、思って、で、このざまですよ、今や、その東電が原発動かそうとしてる。ねえ、こんな情けない話はないし、その情けなさは自分自身のものだから今言ってるんだ。いいぞ、ねえ、絶対に我々は柏崎刈羽動かさせちゃいけないんだよ。是が非でも動かさせちゃいけないんだよ。これは我々原発に反対してる市民の天王山なんだよ。間違いなしの天王山なんだよ。だから本当に限界原発も動かさせちゃいけない、伊方原発は止めさせなくちゃいけない、仙台原発は止めさせなくちゃいけないけど、だけどね、この問題がまたね、別のどす黒い汚い光を放ってそこに存在してるんだよ。柏崎刈羽の再稼働の問題は、我々は全力でこれに噛みついていかなくちゃいけないと思います。そしてそれは 3.11 を忘れないっていうこととつながってるんで、常に。そして忘れようにも未だに 3.11 のまんまですよ、この世界は。そのことを自覚しないといけない。あ、ちょっとすいません、やりたくなったんで 3.11 忘れるなコールしていいですか。あ、ダメならやめますけど。だって皆さん、だっていつも私がしますかっていうと返事してくんないんだもん。してよろしいですか。はい、します、します。 3.11 忘れるな、福井知事事項忘れるな、 3.11 忘れるな、福井知事事項忘れるな、絶対絶対忘れるな、福島が電気を作る、東京が電気を使う、
電気を作る。原発で電気を作る。東京が電気を使う。原発の電気を使う。その末で起きた事故だから、その末で起きた事故だから、福井知事事故を忘れちゃいけない。この東京に暮らすなら、この東京に暮らすなら、3.11 忘れちゃいけない。絶対絶対忘れちゃいけない。福井知事事故を忘れちゃいけない。絶対絶対忘れちゃいけない。福井知事事故は自分の問題、福井知事事故はみんなの問題、福井知事事故はみんなの問題。みんなで一緒に声を上げよう。みんなで今こそ声を上げよう。柏崎刈羽再稼働反対。柏崎刈羽再稼働反対。東電の原発です。東電の原発です。どの面下げても再稼働、どの面下げても再稼働。柏崎刈羽再稼働反対。柏崎刈羽再稼働反対。再稼働反対。絶対反対。再稼働反対。絶対反対。絶対反対。絶対反対。何度でも言うよ、再稼働のための6800億って一体なんだよ。6800億は被害者の救済のために使うんだよ。そしてね、6800億ポッチは足りねえよ。ねえ、5兆円の内部留保全部吐き出させろよ。そうでしょ。ねえ、そうですよ。5兆円の内部留保全部吐き出させろよ。その上で、今だってねえ、この間の決算で数百億の黒字でしょうが、ねえ、あの企業が、ねえ、ふざけるなって話だよ。で、被害は福島になんかとどまってないんだよ。ねえ、県境なんて無視して飛び交うのが放射性物質だろうが。ねえ、だったらさ、その6800億さ、ねえ、ものすごい汚染された東京の水元公園の除染にも当ててくれよ。そういう話にもなるだろうがよ。ねえ、今デリ市議会議員がさ駆けずり回ってる松戸の汚染のさ除染にも使えよ。あとさ、ねえ、福島じゃないっていうことでものすごく汚染されてたのにさ救済されてない栃木県の日光市の人たちにも払えよ。ねえ、そういう話だろ。それ考えたら6800億ポッチは足りないよ。ねえ、そういう意味でもどの面下げてなんだよ。ねえ、どうせ安全対策に使う気がない6800億バーンって言うだけ言ってみせて動かした後で何もしないつもり、目に見えてるじゃねえかよ。ねえ、仙台原発動かす時の九州電力と一緒だよ。安全対策1000億って言っておいて免震重要棟って言っておいて何もしてないじゃないかよ。伊方原発動かす時の四国電力もそう、同じだ。やっぱり1000億って言ってみせる、防潮堤って言ってみせる、動かした何もしないんだよ。
で言ってみせただけの1000億円はチューブラリンなんだよ。ねえ、で翻って東電、ねえ、その金額を言ってみせるだけの金額を6800億に増やしただけだよ。いつものパターンじゃねえかよ。ねえ、騙されんな経産省って話じゃねえよ。ねえ、あんたらも一体だろ、同じだろ、何度も同じで使ってんじゃねえよ。ねえ、でもう一度言う、推進派なら推進派なりの筋があるだろう。ねえ、あんたら原発再稼働推進派であっても、ねえ、原発事故推進派じゃないだろう。ねえ、そういう意味ではね、裏切り者って罵られてる泉田さんはかわいそうだよ。ねえ、別に裏切っちゃいないよ、もともと原発推進派なんだから。うん、で推進派としての筋通しただけだから、まあ各々推進派っていう立場も立場として認めたんだとしたら、あの人は敬意を表するに値する、で敬意を表するに値する原発推進派だっただけの話だよ。ねえ、だから原発を推進する立場でも危険な原発は動かせないって当たり前でしょ。だってねえ、穴が開いてる原発動かしていいわけないじゃないかよ。で穴は塞ぎましたっていう今回の東電の説明ですけど、その後で東電なんて言ったか皆さんご存知でしょ。ねえ、放射性ガスは確かに微量漏れますが、気ガス類の漏れは何の影響もございませんって。原発の中身が漏れていいわけねえだろうがよ。ねえ、その説明からしてふざけてんじゃねえかよ。ねえねえ、この話はどっちにしてもなしだよ、なしなし。ねえ、ブレーキが壊れた車を売るのがねえ自動車会社が許されないんだったら、ねえ原発事故が起きてその事故を終わらせる能力がない会社に原発動かさせるのもなしだよ。ねえ、同じ経済産業省でしょ。ねえ、自動車会社がさ欠陥車売ってもここでしょ。だってねえねえ、昔山陽がガスファンヒーター売ってさ、欠陥ガスファンヒーター売って一酸化炭素中毒でいっぱいの人が死んだ時に、やっぱりここが出張ってきて売るのやめさせたでしょうが。ねえ、同じことじゃないかよ。ねえ、同じようにあんたたちはさ、ねえそこの会社が作ったもんで、ねえ迷惑を被ってる人間がいて被害者がいるんだったら、あんたたちは辞めさせる立場じゃないかよ。なんでそれがさ、ブレーキ壊れた車だったらダメでさ、放射能撒き散らしたら、撒き散らした原発だったら許されるんだよ。ねえ、そんな恐ろしい話ないよ。なんなのその原発のさ、ねえその原子力発電所の特別扱いぶりは何なんだよ一体。ねえ、そんなに放射能が好きか。ねえ、そんなに放射能好きかお前ら。ねえ、プルトニウム振りかけでもかけて飯でも食うかこの野郎。ねえ、そういう話だろうがよ。ねえねえ、だからさ、あんたらはもう一度言う、推進派としても失格です。そして私がよく言う原子力亡者としても失格だというわけです。はい、どなたかお話しなされたい方他におられましたら。おられないなら、いつもね、こちらの撮影の方のあの撮影がどうも今日は半端になってしまわないようにしましょうかね。じゃあ皆さんもお疲れですし、そろそろ今日はしまいにしたいと思います。もう言いたいことがいっぱいあるからキリがありません。三日三晩寝ないでも言い続けられます。寝ちゃうけど無理です、人間ですから、人間だもの、ね、間三つ岡色紙に書くまでもありません。どう考えても人間ですから無理です。はい、柏崎刈は再稼働反対、柏崎刈は再稼働反対、世耕弘成恥を知れ、世耕弘成恥を知れ、依存はないって一体なんだ、依存はないって一体なんだ、どの面
事項を忘れたか、福井市議事項を忘れたか、どの面下げての再稼働だ、どの面下げての再稼働だ、柏崎刈羽再稼働反対、柏崎刈羽再稼働反対、絶対反対、再稼働反対、絶対反対、再稼働反対、福井知事事項忘れたか、経産省は忘れたか、福井知事事項忘れたか、経産省は忘れたか、あの事項はどうなってる、あの事項はどうなってる、デブリのありかもわからない、デブリのありかもわからない、水をかけて冷やすだけ、ただひたすらと冷やすだけ、ただそれだけの6年間、ただそれだけの6年間、それでも事故は終わらない、それでも事故は終わってない、汚染水流出も止まらない、汚染水流出も止まらない、被害者の救済はなってない、被害者の救済はなってない、東電責任果たしてない、東電責任果たしてない、何の責任も果たしてない、何の責任も果たしてない、その東電の原発だ、その東電の原発だ、どの面下げての再稼働だ、どの面下げての再稼働だ、柏崎刈羽再稼働反対、柏崎刈羽再稼働反対、 3.11 忘れるな、福井知事事項忘れるな、東京の人々忘れるな、忘れちゃいけない、絶対絶対忘れちゃいけない、絶対絶対忘れちゃいけない、どの面下げての再稼働だ、どの面下げての再稼働だ、柏崎刈羽再稼働反対、柏崎刈羽再稼働反対、
反対、絶対反対、最下の反対、絶対反対、最下の反対、最下の反対。いつまで東電をかばい続けるんだよ。6800は何度も言うよ、6800億じゃ足りねえよ。全部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 収束費用と被害者の救済に当てさせろ。世耕弘成は恥を知れ。と言いながらね、政権をまたいでの話ですからね、これはね、これ言うと気悪くする人がいるかもしれないけど、私はね、どうしても枝野さんを応援する気にはならない。絶対に応援できない。で、応援する人の気持ちは分かります。でも皆さん、手放しで応援しないでください。皆さん、あの男が閣僚時代に何をやったか思い出してください。その上で、今柏崎刈羽原発が動かされようとしてるって事実だけは忘れないでください。その流れの上なんですよ、これは。大井原発のスイッチを押したのも彼なんです。それの自己批判をね、死体が裂けるほど土下座しても済む話はありません。で、その末です、その末の今です。だから本当に皆さん、お願いです。その福井市事故を忘れることと一緒です。彼を手放して褒めることは本当に苦しいんですよ。枝野行って、やめ、本当に手放しはダメです。気持ちは分かります。安倍政権潰さなくちゃいけないのはそうです。だけど、あれ潰しても次があります。岸田が名乗り上げてることに手叩くのもやめてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。今日はもう引っ張りません。やめます。なんかもう冷静じゃいらんないんで、すいません。